コアツァコアルコスの位置、コアツァコアルコスは、メキシコ合衆国ベラクルス州の都市である。コアツァコアルコスは、メキシコ湾に面するベラクルス州の主要な港湾都市で、ある。コアツァコアルコスの名前は、ヘビの場所、または、ヘビの隠れがお意味する、ナワトル語の言葉に由来する。人口は2005年の人口調査によると306,985人で、あり。 ベラクルス州では、ベラクルス、ハラパに次ぐ人口を持つ。面積は471.16平方キロメートルである。太平洋側とは、テワンテペクチ橋を挟んで、約160キロメートルの距離があり、道路と鉄道によって結ばれている。1970年のオイルブーム以来、コアサコアルコスは、ユカタン半島のカンペチェ州にある。 カンペチユデンと太平洋側の港湾都市であるオアハカ州のサリナクルスを結ぶ交通の要衝として重要な位置を占めるようになっている。かつてコアツァコアルコスはオルメカ文明の地方主要都市であった。1522年、エルナンコルテスはグアサクアルコの近くに植民都市を建設するようにゴンセロデ・サンドバルに命じた。サンドバルはこの植民都市に ビリアデル・エスピリット・サントと名付けた。その後、1825年にこの都市の名前はコアサコ・アルコスに改められた。1900年には外国人にわかりやすいようにプエルト・メヒコに改められたが、1936年に再びコアサコ・アルコスに改められた。コアサコ・アルコスの主要な産業は石油化学工業である。 コアツァコアルコスの近くに位置する4つの大規模な石油コンプレックスは世界有数の生産量を持つ。ありがとうございます。